もう今日の、ね、朝から家を出た瞬間に、僕の場合ってね、もう毎日一日中 YouTube 漬けみたいな状態になっていて、2年ぐらい経つんですよ、僕 YouTube 始めて。で、今までは Facebook とかアメーバーブログだとか、まあ、そういうのを中心に情報発信してきたんですけれど、この2年間でもう完全にこの YouTube に情報発信ってフルシフトしたんです。で、結果はもうめっちゃめちゃ良かったです。で、うちのクライアントさんたちも伸びて、売り上げ伸びてってところがいっぱいあります。もうみんなね、YouTube 見ました、YouTube 見ましたって言って、お客さんたちに来てくれるらしいんですよ。うちもそうだし。でね、これをもうね、お財布持つのと、忘れるのと、スマホ忘れるのと、同じぐらい僕は大事で、絶対にこれはバッグなんで、もうお休みの時に必ず入ってる。で、これ持ってるとね、本当にこれ走っても、さっきはね、インターネット上につなげてたんで、僕の YouTube チャンネルとか、いろんなのを上げてるんですけど、うちの、ね、娘に渡して、公園をね、お兄ちゃんの高さに走る PV みたいな、ショートムービーみたいなものをもうちょっと、ご紹介したんですけど、本当に売れないんですよ、深夜に。なので、これもさっきの何買ったんですか、参加受講者の方が聞かれたんですけど、僕が持ってるのはね、これあの、GoPro ってやつです。聞いたことありますよね、きっと。アメリカのブランドなんですけれど、よくスカイダイビングの人とか、頭にこうくっつけてたりとか、オートバイの人がなんか先っちょにくっつけてたりとか、ああいうアクションカメラに、こういうスタビライザーとか、手振り欲しい、そうですね、これセットでくっつけるんです。このスタイルにすると、もう本当に上手な映像というのが、素人の人でも撮れるので、ね、なんかきっと入りやすいんじゃないかなと思います。で、まあそんな感じで朝からね、晩までもちょこちょこここの中になんか独り言のようにこう吹き込んでですね、で、あといろんなお客様のとこ行ったり、取引先、まあいろんなとこ行ったりですね、まあそういうのもなんか行ったりですね、インタビューもらったりとか、あとはよく、事務所の中にホワイトボードがこう あのぐらいの感じですかね、あって、そこにいろんなことをこう書きながら、で、三脚こう立ててですね、そういう時はこっちで撮るケースが多いんですけれど、そういうので、使い分けてですね、カメラを、で、まあ情報発信をしてるっていうところですね。で、僕の場合はまあウェブマーケティングの話だけじゃなくて、例えばこういうのアップルウォッチが発売されたらですね、アップルウォッチ自分で買いに行ったものを、良かった点、悪かった点とか、いろんなことをレビューしたり、まあ、こういうのも全部そうです。あと最近なんか Google ホームの AI スピーカーが発売されたんですが、ああいうものも情報を発信したりしてですね、で、僕のこうペルソナになってる人たちでもやっぱりビジネスパーソンの人なの で、その人たちが喜んでくれるような情報であれば、で、もしかしたら、ね、お仕事に使えるかもしれないじゃないですか。なので、なんかその SEO とかインターネットの話だけじゃなくて、もっとね、ビジネスパーソンの人たちとなんかライフハックする、皆さんのペルソナチャンネルをターゲットにしてですね、そのコミュニケーションとしても、なんかね、こう、ライフスタイルをハックするような感じで、いろんなカテゴリー、ジャンルから情報発信していくっていう。だから、皆さんの商品、サービスばっかりを出さなくてもいいと思うんです。趣味、嗜好、なんかいろんな角度からその興味関心を持ってもらう。で、そういうところから行った方が、皆さんの会社や皆さん自身が実はもう見つけてもらえる可能性ってめっちゃめちゃ出てくるんですね。なので、例えばですよ、自分の会社であれば、ほぼ、SEO ってその検索で、例えば、ホームページセミナーとか、Facebook セミナー、YouTube セミナー、メルマガセミナー、SNS セミナー、ウェブなんとかセミナーとかって検索、〇〇セミナーって入れてくれると、うちの会社の、ウェブサイトがパーン出てくるんですよ。なので、そういうところから見つけてくれましたって知ってくれる社長さんたちと、あともう一つ、もう半分は高橋さんの YouTube を見ましたっていう人がもう半分です。で、その YouTube を見てくれた人たちっていうのは、 SEO とかそのインターネットマーケティングの僕が言ってる話を見つけて入ってくれる人もいるんですけれど、さっき言ったように、なんか半分の人の YouTube を探してたんですよ。なんか高橋さんって出てきてさ、で、何本もですね、なんかドローンとかしたりさ、ラジコンとかさ、なんか海行ったりさ、なんか楽しそうやってるなって、この人何やってる人なのかなっていうのがホームページされてたり、いろんなことしてたら、あ、なんかウェブマーケティングの会社でやってるやつなんだっていうので、そこで知って共感してもらって、あ、こういう人だったら話聞いてもらう、見てみたいなって言ってくれるんですよ、みんなで集まってくるみたいな。
なんかそんなようなところにその僕は 90% ぐらいこれ趣味の世界になってきてるんですけれど、もう趣味で遊びながらそういうふうに商売の方に直結してる感じなんで、本当にね YouTube はやってよかったなってね思いますね。で今日はあのさっきの分科会の時にも編集の仕方とか撮影の仕方ってちょっとお時間の関係でお伝えできなかったんですけれど、本当はね90分の内容を、いつも2時間半ぐらいでやるんです。でも道具何使ったらいいとか考え方こういうのやったらいいとかっていうところから、で実際に撮影するところを実際お見せしながら、で編集ソフトで短時間でかっこよくこう伝えられる、なんかそのクリエイティブってどうやって動画作るかっていうのをお伝えして、で効果的な YouTube を発見したっていうのがあるんですね。そのやり方をお伝えすると、へーってみんな結構簡単にできるじゃないですか、感激したいと思うんですけど、結構ねできると思うんですよ。であとね、最後はお伝えしたいのは YouTube やり方で一番いろんな機能があるんですけど、すごい機能っていうのは関連動画です。あの関連動画、例えばじゃあね、さっきのこの分かりやすいのでいいや、これでいいや、アップルウォッチを探したい、情報欲しいっていう人がアップルウォッチをなんか検索して見るじゃないですか。そうすると他人の関連動画があの脇にいっぱい出てきますよね、 YouTube って。あれがね半端じゃないんです。他の SNS にはあんな機能って全然全くないですね。なのでもうどん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 たくさんの知らない人たちが皆さんを見つけてくれるそのチャンス、機会っていうのがもうめっちゃめちゃ増える。そうするとね、うまくいっちゃうともう本当に10万再生とかね、そのぐらいいっちゃうんですよ、こういうの。そうすると10万人の人が僕のこのアプローチのレビューとかを見てくれるってことになるわけじゃないですか。だから知ってるんです、僕のこと。だからお客さんでも、え、なんかあの人見たことあるとかね。あとさっきもあの向こうの分科会でもういきなり入り口入ってきたあの受講者の方がさっきお名刺交換して一緒に撮って動画撮らせてもらったんですけれど、もういつも高橋さんの YouTube 見てますって嬉しいふうに寄ってきて声かけてくれた方がいたりとかですね、まあ、そんな感じになっちゃう YouTube なので、ぜひですね皆さんにもあの同じその場の環境ってあると思うので YouTube 大丈夫です。